はい、皆さん、こんばんは。えっ、ー、と、聞こえていますでしょうかえー、今日はですね、えっ、ー、と、2月の6日ですね、えっ、ー、と、2月の1回目の、えー、ライブ配信になります。えー、日本んのライブ配信です。えー、今日はですね、<laughs> すいません。えー、今日はですね、えー、光る君の第5話のね、解説をしていきたいと思います。えー、今日もよろしくお願いします。 はい。ということでですね、えっ、ー、と、昨日かな昨日、コミュニティ欄にですねあの、投稿させていただいたんですが、えー、おかげさまで、えー、チャンネル登録ね、あの10万人、ね、おめでとうございますっていうのは、以前の、えー、ライブでもねあの、お祝いしていただきましたけど、えー、ちょうどですね、えっ、ー、と、日曜日かな土曜日か日曜日にですね、あの、例の銀の盾がですね、我が家にも届きまして、 はい、えー、本当ね、ありがとうございます。今ちょうどですね、あの僕の、まあ、本棚にね、ちょっと飾ってるんですけど、ね、本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。でですね、えー、っと、今日もね、あの、ちょっとね、前回1時間程度でね、あの切り上げたんですけど、すいません、今日もですね、ちょっとあの業務が立て込んでいるので、まあ、1時間、まあ、長くて1時間10分ぐらいかな、で、えー、っと、ちょっとね、切り上げたいなと思いますので、ちょっとね、あの、 さえー、しばらくね、ちょっと短縮バージョンでね、お願いさせていただければと思います。ただ今日ね、あのそんなに解説するあの、動画でもね、お話ししたようにですね、割とあのオリジナルストーリーが中心だったので、 まあできるだけで皆さんと一緒に、え、感想とかね、あの考察とかをしていきながら、え、お話をしていって、で、まあ私立のところに対する、え、解説は少しね、あの、少なめになっているので、まあ大体そうですね、今から40分ぐらい皆さんの、皆さんとね、あの、感想とか、え、見ていって、で、え、まあ40分ぐらいからですね、まあ今日のね、解説は、えっと、まずね、あの <laughs>、 まあ今回、ね、あの関白の藤原の頼忠がですね、まあ、突然声が大きくなったんだけどまああれがなんでなのかと、えー、まあこれあのまあ史実ベースに考えた時に、まあ、こういう解釈だったんじゃないかなっていうまあ僕の勝手なですね想像なんですけど まあ、あそのあたりをちょっとお話しできればというのと、え、それからあとはですね、すいません、ちょっとね、本当はあの動画内にもですね、作ってたんですけど、あの、藤和田道綱と、え、藤和田道綱の母がですね、まあ、登場したじゃないですか。で、それ関連の実は動画はですね、作ってたんですが、ちょっと間に合わなかったので、あの、今回の動画に入れられなかったんですね。なので、ま、あそのあたりのお話が今日はできればなと思っております。 まあ動画でもね、またあの解説しますので、今日はちょっと触りの部分ですね。まあ、そもそも彼、えー、彼ら彼女らは何者なのっていうところをですね、お話しできればと思います。まあ、何よりやっぱりね、オリジナルストーリーが非常に面白いので、ね、まあ、そのあたり皆さんと一緒にね、お話しできればと思っております。はい、ということでですね、今日もたくさんの、えー、とコメント来てますので、ね、しかも今日、あの、短縮なので、ね、できるだけですね、あの、皆さんねコメント読めるように、まあ、無駄ませずにですね、やっていきたいなと思います。 はいえっ、ー、と、さひろさんね、今日も一番ありがとうございます。えー、こんばんは。えー、コミュニティでも確認しましたが、10万人達成、銀太という、改めておめでとうございますね。本当ありがとうございます。これからも解説動画やライブ配信楽しみにしています。ということでね、いや、本当にありがとうございます。ね、えー、もう、こと、次の、えっ、ー、と、4月かな今度の4月で4年になるのかな初めて。はい。 えーまあ、最初の1年ちょっとね休み休みやってたので、まあ、本格的にですねやったのは、まあ、鎌倉殿のところからになるかなと思うんですけどまあそれでもね、えー、もう大河の解説もこれで3作品目と、ね、いうことになりましたのでねもう本当ね皆さんにね多くの皆さんにフル、まあ、株の方もですねあの鎮座の方も本当にねありがとうございます嬉しいですね えー、シェルズさんこんばんは今日は残業、えー、振り切って帰ってきました今夜もだい、えー、楽しみですということでねあの非常に嬉しいんですけど大丈夫ですか <laughs> 残業振り切っちゃって大丈夫ですかいやほんね嬉しいんですけどねあのちょっと心配です <laughs>、えー、ロディ・ウラジャックさんこんばんは右大臣家のドロドロが止まりませんねそれに比べサダイ家は平和です確かに <laughs> うーんね なんか本当ね、えっと、金家役のダンタさんでしたっけね。いや、本当ね、なんか、どんどんくどくなってて、いいぞいいぞって感じですよね。うん、どくね、本当に、うん、なんとも思ってないっていうね、人殺したことに対してね、うん、怖いですね。 えー、ケンケンさん、こんばんは。よろしくお願いいたします。ということでね、よろしくお願いします。えー、浜地さんもね、こんばんはです。えー、上田さん、こんばんは。銀の盾、おめでとうございます。ありがとうございます、ね。これからも先生の解説楽しみにしています。今日もよろしくお願いします。ということでね、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。 はい。えっ、ー、と、ミスターコブリンさんもこんばんはですね。えっ、ー、と、武トーハさん、えー、こんばんはです。えー、ハマさん、銀太とおめでとうございます。今日もよろしくお願いします。ということでね、ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。えー、ひロこさんもね、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、武トーハさんもねあ、いや、おめでとうございます。えー、ピッペさんも、えー、シェルテ、あー、えっ、ー、と、シェルテさん、ピッペさんもね、ありがとうございます。本当にね、あのー、 ねえ、なんか、あのー、ちょっとね、あの、銀盾取ると、なんとなくなんか、あの、ユーチューバーっぽいですよね。あんまり僕、自分のことユーチューバーって言いたくないんですけど <laughs>、ねえ、なんか、あのー、うーん。まあ、かといって、じゃあ、今、職業何って言われてもね。まあ、一応ね、あのー、まあ、予備校の講師もやってはいますけど、ちょっと減らしましたからね、うーん。ねえ、何者なのかっていうね、あの、正月に、あのー、 正月にちょっと実家帰ったんですけどまあその時にもねあのうちの妹にあ妹いるんですけど、ね、うちの妹に「ね、うん、兄貴何者なの?」とね <laughs> あの同僚とかに聞かれた時に「何て答えればいいの?」って言うんでね。あの ねあの、ユーチューバーっていうふうに答えとけばっていうふうに言ったんですけどね、ちょっと銀の盾あるとね、箔がつきますよね。えっ、ー、と、84さん、こんばんは、よろしくお願いします。銀の盾おめでとうございます。ありがとうございます。清美さんね、えー、銀の盾すごいです。おめでとうございます。とういうことでね、ありがとうございますね。やっぱすごい、まあ確かにね、僕も始めたとき、まさか銀の盾、ね、ほんとなんか、ヒカキンとか、そういう皆さ雲の上の人たちのね、ものだと思っていたので、いや、ほんと嬉しいですよね。うん。 けんけんさん、5回まで貴族たちの権力闘争絵巻きはントツカネイさんの独壇場ですね。ダンタさんは名俳優で、本当ですよね。これ、小悪党っていうもの、小悪党っていうもの、小悪党かなも味があるし、カネイエのドスグロイ悪役も秀逸でね、本当ね、なんか悪役になっちゃってますよね。 だ本当ね、あれですよね、道長がどうなるかですよね。うん、道長もん結構えげつないことしますからね、この後ね。うん。だから、そのやっぱね、お父さんから学んで、父上から学んで、そうなっていくのか、うまーく綺麗に描くのかっていうのは本当ちょっと楽しみですよね。はーい。えーっと、それからですね、どこまで行ったんだえーっと、それから、それから、えーっと、 すみませんね。ちょっとね、やっぱ飛んじゃうんですよね。えー、っと、森野さなぎさん、えー、こんばんはね、ねこんばんはです。えー、こんちゃんママさんもこんばんはです。えー、さけさん、えー、お忙しい中、ライブ配信お疲れ様ですね。ねいや本当ね、むしろなんかバタバタして、本当申し訳ないんですけどね、なんとか、はい、まあ。ライブはね、なるべく休まずに、去年ちょっと結構休んじゃいましたからね、なるべく休まずにやりたいなとは思ってるんですけど、はい。 えー、ロイクさん、こんばんは。今日もよろしくお願いしますね。こちらこそよろしくお願いします。えー、スコンブさんもこんばんはです、えー。サヒロさん、ラストシーンを見る限り、今後、真宙、道長、直秀の三角関係が描かれそうですね。そうですね。なんか、直宁 <laughs>。ねえ、真宁ちゃんのね、ことをちょっとなんか思ってる感じの目線を感じますよね。はい。えー、それから、和立さん、こんばんは。10、えー、万石達成おめでとうございます。ねえ、10、えー、万石ですか。皆様ね。 一国っていう <laughs> はいいね本当ねありがとうございますもう十万石って言ったらね不大大名の中クラスぐらいですからねあの老中とかにもなれるぐらいの国高ですからねありがたいですね、えー、ビロンコブリーさんこんばんは銀盾おめでとうございます今回もよろしくお願いしますねこちらこそよろしくお願いしますはーい、えー、84さんカネイアのマック黒さと純愛の恋愛ドラマが並行して進行した面白いですね あの最初ねやっぱその割と恋愛ドラマを押すってこと言ってたのでそのまあいわゆるスイートタイガーっぽくなるのかなって思いましたけど全然そんなことなかったですね逆になんかまあいい息抜きというかねまあ鎌倉殿終始真っ黒でしたけどねなんかいい息抜きになっていい感じなね感じがしますよねしかもまあそれが何て言うのかなねそのまあ恋愛ストーリーがいいねそのスパイスになってるというかそのねえーまあさ う大人家のね、えー、怖さに一味ね、スパイス加えてるような感じがするのでね、本当にね、あのうまーいね、脚本だなと思って見てますね、本当に。はい。まあ、何度毎回なんか言ってるような気がしますけどね、本当になんか期待以上のね、今んとこ、ストーリーだなと思いますね。まあ、多分心配いらないと思いますけど、あの、金家が死んじゃった後ですよね。うん。まあ、もう、 まあ、あんまりね、ネタバレになっちゃう方、ちょっと申し訳ないんですけど、うん、まあ、金家ももうすぐですからね、あの、お亡くなりになるのが多分ね、その、そうってことを考えると、うん、そう、この金家がいなくなった後ね、どうなるのかっていうのをちょっと楽しみですね。えー、っと、それから、えー、ビロン・コブリーさんでてあってますかえー、こんばんは。えー、銀の盾おめでとうございます。今回もよろしくお願いします。ね、こちらこそよろしくお願いします。 えと84さん、金、え、へ、ー、のマックドス、あ、えー、と、これ読みましたね。失礼しました。えー、ロイクさん、銀の盾、おめでとうございます。ありがとうございます。えー、和立さん、5話、えー、吉高ゆる子さんの泣き演技がかみってましたね。本当とねほん、なんか、最後の10分、本当引き込まれましたよね。うん。もちろんね、あれ、オリジナルストーリーですけども、うん、本当にいい。やっぱ役者さんってすごいなっていうのと、あの、後でね、見せますけど、ちょっと今見せちゃおうかな。 ね、あの牧堂まだ14歳なんですよね。あのこの第5話の段階で。うん。ねそうだからやっぱね、14歳の少女のね、あの演技がね、できてましたよね。ほんとすごいなと思って見てました。はーい。えー、っと、玉ねぎたまちゃん君の家会というのは、ああ、えー、っと今ね、配信は僕の家でやってますね。えー、っと、家ですね、今ね。 えっと、イギーさん、こんばんは。よろしくお願いします。えー、ジムでエアロバイクこぎながら見てます。ああ、いいですね。あのー、ね、ジムでね、僕もたんあの、昔行ってます。最近行ってないですけど、昔行ってた時は、なんか、あの、ね、YouTube 見たりとかね、しながらやってましたね。結構、はかどりますよね。えー、それから、ピッペさん、えー、ともコ様の猫ちゃんが、えー、ああね、なんでしたっけ、小窓でしたっけ、ね。あのー、 名前って可愛いですねちょっと僕聞き逃しちゃったかもねそうそうそうでもかわいい名前だなと思いましたうんねえ逃げちゃってましたよねまだあのこないだねお話ししたようにですねあの猫ちゃんがですねあの基本的にはねあの綱みたいなのでつながれているのああやって逃げちゃうからですよねうんでも、まあ、あれなんですよねそのまあこれちょっと今回のね解説には入れませんでしたけど割とその 当時の平安時代のまあ説話集とか「現地物語」もそうだったかなちょっとすいません作品名忘れちゃいましたけど割とと猫が逃げ出すすっていいうののは悪いことの前兆なんですよねそうだからまあ何か悪いこと起こるのかなと思って見てたらねあんなことになっちゃったのでねだから本当になんかうまーくねあの本当にだから脚本の方がよく勉強されてるんだろうなと思ってね見てましたね。 いやあの脚本の先生もともとはね平安時代ど素人だっていう風にご自身ねあのインタビューでおっしゃってたのでほんとね、まあ、もちろんね時代交渉の先生とかいろんな交渉のね先生方のアドバイスあると思いますけどよく反映されてますよねえー、それからあ直秀のモデルねちょっと考えてなかったなえっ、ー、とこれ安助って読むんでしたっけ藤原の安助 あちょっとすいません。この人ね、僕、存じ上げないので、ちょっと後で調べますね。すいません。失礼しました。えっ、ー、と、酒井さん、こんばんは、こんばんはです。えー、玉ねぎさん、立派な屋敷、ね。あのー、あれかな何でしたっけ、えー、土門邸かなうん。えー、それから、ロイクさん。えっ、ー、と、う大臣家の場面は、道長がかわいそうでした。ね。あのー、ね、人に絶望してましたよね。 だから、道長が同じ立場に立ったとき、金家と同じ立場に立ったときにどうなるのかっていうのがね、うん。まあ、今後の見物ですよね。えー、ゆずぽんさん、こんばんは。短縮、えー、授業を了解いたしました。ね、ほんと、毎回ご申し訳ないです。えー、光る君面白いですね。ほんと面白いですよね。キャスティングが本当に素晴らしい。もうほんと同じこと言いたい。うん。 ね、その実力派だしそ、ね、そうそう,そう顔も平、ね、安 <laughs> 顔の方が多いのでね本当と面白いですよね。えー、っと、それからえー、っと秋山さん、こんばんは。今日も楽しみにしています。よろしくお願いいたしますね。ねこちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。えー、もずくさんもこんばんはです。さひろさん、えー、真摯に、えーえー、真摯に,に詫びていた道長、えー、金家や道 えー、金の悪度さに対して、えー、今後、えー、道長の誠実さを描かれると思うと楽しみですね。ねそうなんですよね、うんえー。まあ確かにね、ただその一方でね、直木でのイルのかより激しく同意でした。確かにね。<laughs> はい、えー、玉ねぎ玉ちゃん、えー、先生会、そうですね、一応ね、まあ、先生と呼ばれる仕事もしてますね。まあ本当、今も半々ぐらいですけどね、YouTube と。うん そうあ,あとはあれですね。あの、ちょっとね、あれですね。あとは老人ホームで、あの、おばあ、おじいちゃん、おばあちゃんたちにね、あの、歴史をね、お話ししたりすることもありますね。まあ、月に1回ぐらいですけど、うん。ねまあ、そんな仕事してますね。えー、それから、さくらさん、こんばんは、楽しみにしてますね。ありがとうございます。えーえー、ダブルワークは今どき珍しくないですね。もう、なんかダブルワークどころかなんかトリプルワークぐらいのね。<laughs> そう、本当にね、なんか、何屋さんなのかよくわかんないですけど、まあ、なんとか生きるために頑張ってます <laughs>。えー、森野さんさ、えー、森野さん、えー、まともじゃないう大人形を見てきたから、えっ、ー、と、どこだああ、 これ何て読むんでしたっけねあの水、あ、水彫りか、えー、を勧められて、えー、死んじゃうよといった真宙弟がすごくまともに見えた。ねなんか、信則くんはまっすぐ育ってほしいですよね。うん。まあ、ちょっとね、あの遅刻とか失敗の多い信則くんですけどね、この後、映画化で、その辺も映画化でんのがちょっと楽しみですよね。えー、っと、どこまで行ったかな 和田、えー、さん、帰るのかよ、ね。視聴者の気持ちを代弁してるみたいで笑った本当ですよね。えー、玉ねぎさん通りで説明うまい人だと思った。本当ですかありがとうございます。うん、まあ、まだまだですよ。本当にね。まあ、あの、なんでしょうね。やっぱ予備校や講師やってると、もう本当化け物みたいな人いますからね。もう知識もすごいし、その、ね、知識もすごいし、教える力もすごいしっていうね。うん まあそれがね、まあ、僕は叶わないなっていうのもちょっと思いながらですね、まあ、YouTube もやってたりしてたんですけど、うん、まあそう言っていただけると本当に嬉しいですね。えー、ユダさん、こんばんはです。えー、ハモンさん、えー、こんばんは。えー、バッドボーイズあ、そうなんだ。<laughs> 本当ですか <laughs> えーっと。 雪女さんであってますかすいません。ちょっとね、漢字がね、潰れちゃってて、あの、字がね、ちょっとちっちゃいんですよね。ごめんなさいね。もし間違ったら教えてください。えー、こんばんは。先生の下からあっての伸びに伸びて10万人だと思います。そんなことないですよ。<laughs> いやー、ほんとね、応援してくださる方とかね、もうライブに関してはね、ほんと皆さんにね、助けていただいて、なのでね、もう漢字も読めないし、ね、<laughs> 僕よりも詳しい方いっぱいいますので、ほんとね、あの、嬉しいですね。ありがとうございます。えー、上田さん、えー 来週聖少女が登場するみたいで楽しみですね。あの、まあ、今回ねあの動画。 まあ今お話ししたように割とね今回オリジナルストーリーが多かったのであの実際どうだったっていうね動画最初作ろうかなと思ったんですけどまあそうするとなんかこれは史実じゃないこれは史実じゃないみたいなねことをせっかく楽しいねドラマなのようになんかドラマに水差しちゃいそうだなと思って <laughs> あ,あそういえばじゃああのなんか次ねその第6話でえっと聖書南言が初登場っていうの2週間ぐらい前にねあのリリースされてたのでニュースでね そうだから、あじゃあ、ちょっともう思い切って清少納言の予習にしようということでね。あの、なので、あの、清少納言についてね、あの知りたい方、ぜひね、あの、今回動画出しましたので、あの、見てみてください。あの,枕の創始 ね、マクの結構ね明るい作品なんですけどあれはね実はそのいろんな苦悩がね隠されているんだよっていうねお話、まあ、僕も勉強しながらへーって思いながらねあの作ってたんですけどね個人的にはいいあの動画になったんじゃないかなと思って結構満足してもね動画出してるのでよかったらね見てもらえると嬉しいですねえーロウクさん「えー、マヒ宙の告白で道長いろいろなことがつながって苦しくなってかわいそうなのとマヒ宙が全て自分のせいだといった興味 中が、えー、前半今回は前半の山な感じでした。そうですね、確かにね。うん。いや、本当ね、その、ね、自分がっていう、本あの、ね、あそこで駆け出さなければっていうのをね、まあ確かにね、視聴者みんな多分思ったとは思うんですけどね、ずっとね、多分抱えてたんでしょうね。うん。えー、っと、それから、えー、玉ねぎ玉ちゃん、立派な、えー、庭木。これなんだろう、あれかな。 えー、東三条殿かなでも東三条殿今回あんま出てないか。えー、っと、何のこと言ってんだろうすいませんね。ちょっとあの、わからなくて申し訳ない。えー、っと、それから、雪女さん。毎週この時間が楽しみすぎて、お風呂も家事もすべて終わってみて <laughs> 本当ですかいや、本当あの、お風呂とか家事とかやりながらでいいですよ <laughs>。ねえ、いや、本当でも嬉しいですね。そう言っていただける方がね、本当一人でも入れるとね、やっぱ、あの、励みになりますし、うん、嬉しいですね。 轟さん、清少納言登場で来週から第2幕な感じでしょうか。いや、まだ続くんじゃないかな。なんとなくですけど、金家が死んでじゃないですか。大体いいその第1幕って、うん、十何話ぐらいね、行く気がするので、そうですね、おそらくはまだ続くんじゃないかなと、金家がね、あの、 まだ史実的にも結構ね、あの金家、やばいことしますから <laughs>。ね。で、多分でこの後はあの道長と、道長があの例のね、その源の智子とね、あの結婚とかもありますんで、その後ねね、真宙とどういう風な関係になるのかとかも、えー、含めて、まだまだ多分ねあの残されてるので、おそらくはまだ前半戦は続くと思いますよ。うん えー、そうですね、えー、と武藤派さん、えー、4月放映までいなくないさあ兼ねえですかうん、そうですね、どうでしょう。4月っていうと、15話ぐらいかなえー、っと、そうですね、15話ぐらいか。うん、多分そのくらいにはお亡くなりになる気がしますね。えー、<laughs> ごめんなさいちょっとむせちゃいましたね <laughs> もう一回いいですかすいませんええー、失礼しましたええー、そうね <laughs> 安倍の春秋でブラックロードをさせようとしてるしね本当ですよね <laughs> やっぱ帝のねお香をねあやめるのは結構ね大変みたいですねえー、っとそれからそれからですねどこまでいったかな えっと、サヒロさん、えー、そういえば、安倍晴晃が、えー、金家や諸々の役職の方々に囲まれて住所を命令しているシーンが恐ろしく見えましたね。本当ですよね。<laughs> うん。ね。もう完全にあれはパワハラですよね。今だったらパワハラで訴えられるやつですよね。うーん。えっ、ー、と、大迫さん、直彦の存在が今後楽しみで、そうですね。あの、いい、あの、 ねえー、オリジナルキャラでしょうけどねいい役者いいなんか配役というかね楽しみですよねこの後どうなるのかっていうのがねその道長と真宙を取り合うのかうんね、まあ、盗賊っぽかったですからね、うん、でもどうなんですかねあケンケンさん「えー、安介貴族であり盗賊だと」とあそうなんだそんな面白い人物がいるんだあのー、これもね楽しみだな ちょっとこれあの確認してみますね。ありがとうございます。全然知りませんでした。えー、っと、えー、奈緒さん、えー、っと、平安 F4 の、えー、あ、F4 ってあれですかえー、っと、道長、金を忠信、えー、行きなりの4人ですかの活躍が楽しめる。そうですね。うん。この後、 まあちょっとね、あの、伏線がありましたけど、その金刀がね、その、忠信に対してね、それ言うんだったらね、俺のか怒りを抜いてから言えみたいなこと言ってましたけど、うん、あの、この後結構ね、その、まあ、最終的にはみんな協力することになるんですけど、うん、割とライバル関係に、ね、なりますからね、そのあたりのね、今仲良しですけど、ね、この仲良しが割れますから、ね、この割れるのもね、割れてどんなね、 逃走するのかっていうのもちょっと楽しみですよね。えー、っと、えー、あ84さん、大石静香さん、えー、小沢さんが自分のチョイスで家康を選べたのに、平安時代を制されてオファーだったのに一応は断ったと言ってました <laughs>。あ、そうなんだ。うん。まあ確かにそれはちょっとね、断りたくもなっちゃいますよね <laughs>。大石静香さん、あれですよね。 石田三成がね、すごく好きらしくてね、描きたいってね、あのー、おっしゃってみたいですよね。なんかね、今回の見るとね、石田三成も見てみたいですよね。えー、っと、玉ねぎさん、えー、庶民で名を切れたかなおな、名なのなんでしょう。まあ、確かにそうですね。うん。えー、ああ、ブロンコブリーさん、そうですね、あきこがね、女帝っぽく覚醒しそうで楽しみですね。そうですね、この、まあ、あきこもね、このあとは、うん。 ね、国もってね呼ばれますからね国に母って書いてね、えー、呼ばれて皇太后になりますからね天皇のねお母さんということでうんでまあ何度かねこの動画でお話ししてますけど道長をね本当にねあの支えてくれるねよき理解者ですからねこのあとその辺りも楽しみですよね カズ、えー、さん、10万人突破おめでとうございますい。ありがとうございます。本当にね。うん、なんかみんなから言われて本当嬉しいですね。えー、それから、えー、武藤発さん、えっ、ー、と、あの巫子を見て、漫画三国志を60巻思い出した。すいません、漫画6、えっ、ー、と、三国志ちょっとね、全部見てないんだよな、僕。あの、途中まで見てるんですけどね、60巻は、見たの、読んだのかな、どんなお話ですかうん。えっ、ー、と、何でしたっけ あの巫こって最初のやつですか最初に出てきた何でしたっけあれよよりましですかあの夜にねあの座禅の座って書いてよりましって読むらしいんですけどねあのなんかね神が降りてくる、ね、役をする人のことよりましっていうらしいですねただまあ人間よりもどちらかというとなんかあの人形とかのねパターンが多いらしいですねうん。 えっと、それから、えー、ハモ・オブ・ザ・イヤーさん、えー、どの業界にも化け物みたいな才能しかない人いますよね。本当な、そうなんですよね。昔、バイト先に面倒な客のさばき方がすごいおばちゃいました。ああそれはすごいな、それすごいや、あの、ありがたいですよね。うん。えー、ポコンちゃんさん、ナオヒレがいい味出してるよね。そうですね。 だからやっぱあれですよね、そのオリジナルキャラがあのいい味出してると、その大河ドラマも閉まりますよね、その、なんでしょう、えっと、最近だとやっぱ鎌倉殿のね、禅治みたいなね、ああいうオリジナルキャラがですね、際立つといいですよね、あの、物語を邪魔しない感じでね。えっと、ゆうこさん、こちら朝6時です。初めてコメントします。いやありがとうございます。こちら朝6時ということは、どこだ、アメリカとかですか 違うかなえー、漢字が苦手で世界選択しました。でも、ライブのおかげで素敵な声で日本史好きになってきました。ありがとうございます。嬉しいですね。いや、漢字苦手なのは僕もなんですけど、でも世界史合じゃないですか。中国史がね、漢字大変じゃありませんでした。<laughs> 僕は中国史の漢字ダメだったな。 えー、あと、ちなみに日本史ですけど、僕、漢字全然ダメですよ。<laughs> えー、和立さん、えー、石山寺のドラマ館のウイカさんのサイン、ハ、え、グ、ー、は明けぼの夏はサバって書いてて笑いました。<laughs> さすが、ウイカさんねうん <laughs> ちょっと。ちょっとツボっちゃったの、面白いな。ね、楽しみですね。のなんか、ね、ただのぶのことを、ね、お気に召してましたよね。 あちなみにね今来週のあのー、動画の原稿を書いてるんですけどねあのー、清少納言とあのー、藤原のね、えーえー、藤原の忠信の、えー、恋愛についてね少しあのー、詳細にねあの語っていますのでねあのー 次回出てくるとしたらもうね、本体なんですよ。多分出てこないと思いますけど、清少納言ね、人妻なんですよね。もうすでに結婚してお子様もいますので <laughs>、ね。その辺のね、話と合わせてね、あの、ちょっとね、しておりますので、よかったらね、動画、来週もね、見てもらえると嬉しいですね。えー、っと、それから、どこまで行ったかな。 とも子の駒、えー、の追いかけてる姿は、えー、源氏物語の女ん、えー、の君を見初めた柏木のエピソードを思い、あ確かにね、そっかそっか、そこか、うん。ね今回、源氏物語、ちょっと僕もね、パッと出てこなくて、あの入れられなかったんですけど、そっか、今回、女さんの君のあれか、柏木のエピソードか、確かにね、ちょっと確認しないとだな。 えーと、それから、えー、さっきとさん、余談ですが、マキ野と直秀が話していたシーンで、雪が舞っていましたが、翌日にリアルに不雪になとは思いませんでした。ね、皆さん大丈夫でしたかあの、僕はね、この2日間、ほぼ家で仕事だったので、あの、大丈夫だったんですけど、ね、もうこの時期ね、ほぼ授業もないので、うん、大丈夫だったっ皆さん大丈夫でしたかあの、ほんとね、何でしたっけえっと、ね、ほんと、すってんこの人間してないですかうん。 僕、昔ね、あの受験の時、受験の日当日がね、大雪降って、うん、あの、<laughs> 尻もちしてすごく痛かったんでね、あの試験中ずっと痛かったのがね、苦い思い出なんですけど、ね、皆さん大丈夫でしたかえー、っと、それから、もずくさん、6畳のお屋敷はどこだったのでしょうかえー、っと、なんて言えばいいんだろうな。なんて言ったら伝わるんだろう。ちょっとこれ、来週まで考えていいですか <laughs> うん、6畳なので、ちょっと、多分ですけど、ため時の屋敷よりも、ちょっと南になるんじゃないかな。うんですね。えー、波紋さん、えー、マクナウソウそういう理由で逆に明るくしたっていうのは知らなかったので、つつくり手の人間性やしそうって、どの時代にも創作物に表れるのかなと思って、なんだか感慨深いですね。あのー、前回のね、動画ですよね。うん 本当、ね、染めて明るくしていたのがですねあの枕草子であそうそうあの逆にえっと逆にね「あの影う日記」今回ねあの出てきた藤原の道綱のね母いるじゃないですかね藤原のつ綱の母の影げ日記はですねあれ逆にあえてあの暗くしてるんですよね。 暗くしてるというか、あのすごいネガティブじゃないですか。ね、カネイエ様が通ってきてくれないわっていうね、あの話を永遠20年してるわけですけど、あれがね、なんでなのかっていうのも実は冒頭文に書いてあるんですよね。なので、まあ、その辺のね、あのお話もしておりますので、うんまあ、よかったらね、あの来週も楽しみにしていただければなと思います。 弥生、えー、さん、五、えー、世知の前、真宙綺麗だったけど、弟のためにと父のけさ真でが弾いてた楽器は何えー、っと、あれですか、語源の琵琶じゃないですか。語源だったかなちょっと琵琶見てないですかど、あれ、琵琶ですよね。うん。まあ、当時はね、割と楽器でね、あの定番ですよね。えー、っと、崋山天皇の木獅子さん、解任したんですよね。それでも崋山天皇の長愛が止まらないって書いていませんでした。ちょっとやばいですよね。 えっとそうなんですよ、あの当時はね、あの解任すると、あの解任するとですね、あ怪我でと、ね、されるので、だからあれなんですよ、出産って、その宮中で行われずに実家に帰るんですよ、で、実家で出産するんですよね。だからあの、の例えば、昭子が安,子あ安人親王を産んだのも東三条殿なんですけど、そう。で だからまあそれでもね、あの、朝愛が止まらなかったと、ね、いうのは、まあ当時からするとかなりタブーなんですよね。まあただね、これが実際に火山天皇だったかどうか、これ出典あれなんですよ、映画物語なんですよ。で、映画物語って、道長様、素晴らしいっていうね、あの作品なので、で、実際、記録として、同時代の記録として残っているのは、なんですかね、逆に一条天皇なんですよね、一条天皇が中宮帝氏、中宮貞子。 に対してそんな感じだったっていうのはですねあの例えば藤原の実助かなんかもねあの昭遊気で批判してるんですけどそうだから実際どうだったかわかんないですけどまあ当時はですねそうあの解任してもねあの宮中に入れてですねずっと懲愛していたというのはかなりやばいですねうんえー、清美さん秋子の裏の手気になりますねこの辺りもオリジナルなので楽しみですねどんな裏の手を使うのかっていうのはね金家を頼らないとなると でも道長もそんな力持ってるわけじゃないですからね。うん、楽しみですよね。えー、かのんさん、こんばんは。10万人おめでとうございますね。ありがとうございます。ね、本当に。ね、もう、10万人ね。だから、まあ次、次、ね、誰かが、あの、金の盾っていうふうに言ってますが金の盾あれんです、アなウンサー100万人なんですね。もうすごいですよね。まあ、100万は、あの、難しいかもしれないですけどね。本当ね、たくさんの人に見てもらえると嬉しいですよね。 えっと、さひろさん、道長含めた、えー、4人の、えー、藤原による人気なき、えー、権力争いが描かれるのかと思うと、昨日の友は今日の敵と思ってしまいますね。そうですね、本当に。そう、この後ね、どんなね、あの、権力闘争が待っているのかね、すごく僕はワクワクしています、あの仲良しがね。えー、猫、ね、猫さんもね、こんばんはです。えー、あ、そうなんだ、武闘派さんね、さっきの、えっ、ー、と、 三国志のやつですね。ああ、霊が巫女に取り付くあたりよく似てました。そうなんだ。うんうん。っていうことはもうその時代からあるってことですね。えー、っと、えー、カノンさん、こまちゃんのことか、あれですかえっと、猫さんのことかな合ってるかなえー、っと、波紋さん、改めて10万人ってすごいです。おめでとうございます。いや、そうですよね。あのー、 ね10万人ってだってパッとなんかあれ想像がつかないですもんねなんか数字で見るとねあのですけどほんとね一人一人あの登録してくださった方がいるってことを考えるとね本当にありがたいですよねうんなんかあのまあ以前ねたまにサッカー見るっていうお話をねあのしたと思うんですけどねあの日本で一番でかいスタジアムがねあの国立競技場ですけど一回だけね国立競技場ねあの ちらっと見ましたあの行きましたけどねあれよりもね人数が多いってなるとすごいですよねうんえっと上田さんえあきこが言っていた裏の手って何ですかねこれ分かんないですよねだってねあのさっきもお話しましたけどね道な、まあ、一番仲良かったの道長ですけど道長使えないので多分まあほに何でしょううん別の方法じゃないですかえっと何でしょうか 史実ではないですけどオリジナルストーリーでなんかねオ折キャラが出てくるのかねえ火山天皇と実は仲良くしちゃうとか <laughs> わかんないですけどね、うん、えっ、ー、と 藤田さん、ザ・えー、ザ・ブングル、加藤さんが出ていたそうですが、どういう役だったのでしょうか。えー、っと、あれですね、あの五色の、五節、えー、の舞姫のうち一人が、あのー、のお手をね、つけられたのがね、あれオリジナルみたいですけどね、そうあの以前もお話ししたようにね、あの帝とかあの貴族のね、お披露目の場だったので、その、 何でしょうお日の目の場だったので、お気に召された方はですね、あの、一夜をね、共にできるわけですよね。そう、まあ、そういう役だったみたいですよ。えーっと、ふむ、えー、ふわふわ麦さん、この時代、全くわからなかったので、日本史サロンで予習、復習しながら見てます。日本史は似た、名前ばかりに苦手でした。いや、そうですよね。わかりますよね。特に今年はね、あの、 おと年しもね、北条ばっかりで怒られましたけど、おと年し以上に同じ名字ばっかりですからね、200年ぐらい遡ると、だいたい一人,人、ね、250年ぐらいね遡ると、だいたい一人に、ね、行き着くんですよね。ああちなみに皆みさんが知ってる人だと、中富の鎌足りとかそうですね、うん。みんな中富の鎌足りのね、あれですよ、子孫ですよ。藤原ってついてる人たちは。えーっと、えー、それから、 私、えー、さん、えー、確か鎌倉13人で全城が雨に打たれる回の再放送がちょうど台風接近で L 字が出ていてシュールだった覚えがあそうでしたっけもうちょっと忘れちゃったな。でも確かにそんな時期でしたよね。夏だった気がするのでね。うん。えー <laughs> ね、は作業さん、試験の時に滑るとは痛くてかわいそうですし、縁起でもないですし、実際に落ちました。<laughs> ね話笑い話ですけどね。 えー、カノンさん、えー、浜松から、えー、足柄県まで行きました。えー、雪いっぱいで、えー、大変でした。帰りの新幹線、こだま乗ってます。お疲れ様でした。大変でしたね。本当に、うんね。無事にお帰り、ね、慣れるといいですけど、うん、お疲れ様でした。武、え、藤、ー、さん、火山天皇が10代で退位されたとは、まだ若か,かったのに、そうなんですよね。もうすぐ描かれると思いますよ。うん えーっと、酒井さん、昨日から大雪で道が凍ってカチカチで、えー、朝早く仕事に行くのに渋滞して大変でした。いや、そうですよね。ほんと皆さんお疲れ様です。ね大変ですよね。もう僕はほんと家でぬくぬくしてましたけど。<laughs> ねええー。ミルキーさん、初コメです。声が素敵ですよ。よありがとうございます。本当ですか。ええー。 あほんとねこれ何度かこのチャンネルね特にライブ始まった頃ねあのお話ししたと思うんですけどあの割と僕あんま声自分の声好きじゃなくてあの以前もねお話ししたと思いますけどなんかどちらかというとやっぱあの低い声のねあの人の方がかっこいいなと思ってて割と僕高めなので、うん、そうなんですよねでもほんとねあのライブとかねその 動画やってね、そうやって声をね、褒めていただけるようになってね、ああ、こういう声でもいいんだってね、思うの嬉しいですよね、本当にありがとうございます。えー、和達さん、えー、四角い顔の人をね、加藤さん、確かにね、言われてましたね。えー、っと、リストリーノーツさん、えー、サネスケ、あの顔でまだ27なのか、あ、そうなんですよね、今ね、ここにね、5話のね、あの年齢出してますけど、あれ27ですよ。<laughs> 結構長生きしますからね、サネスケさんもね。 えー、サマンサさん、こんばんは。毎週、この解説ライブ楽しみにしていますね。ありがとうございます。本当嬉しいですね。うーん。わ <laughs> たしさ、えー、サデスケ、アドビチュアル、どう見ても中で <laughs>、まあ。ここからきっとね、あの、貫禄が出てきますよ。うん。えー、芸人さん、結構出演されてますね。そうですね。あの、ちょい役とかでちょうどいいのかもしれないですよね。話題にもなりますしね。うーん。 えーとサネスケはよく日焼けしているけど何か意図のあるキャスティングなのかなうーんないんじゃないですか <laughs>。ねえ平安貴族であそこまで真っ黒な人多分いないと思うのでね、まあ、ただも本人が言ってましたよねあの平安貴族なのに黒いって言わないでってねなのでね言ってあげないでください <laughs> ねえ。ね えっと地元長野は久しぶりに豪雪、あ、そうですよね、昨日の夕方から朝の間何度か雪かきして疲れました、ね、本当ねもう雪かきの話聞くと本当大変だって言いますよね、うん、雪国の方だあの、僕は地元がね、あの何度かお話し,してますけど、静岡などで全然雪とか降らないですから、ほ、うんと、ね、大変なんだろうなと思いますよね。はい さあ皆さんね、ほんとね、毎回毎回空気を読んでいただいてありがとうございます。はい、ということで、じゃあね、えっと、解説の方していきましょう。えっと、年齢はですね、こんな感じになっております。はい。えっと、ま、あ特に言及するところは、あー、ここかなえっと、え、どこだ ?5 行目ですね、上から5行目のですね、これ何て読むんだっけねい、 じゃないんですよね確かねな何て読むんだっけ忘れちゃったなすいませんあの藤原道菜の母のことです丁寧のねに子供でねがですねあの48歳でえと道菜くんね29歳ですあのドラマ内でも言っていたようにですねえっと金家の長男の道隆が31歳ででえっとなのであの道長とですねあの道金と、えー え道兼と道長よりもですねあのお兄さんということになりますただ当時はですねあのお母さんの地位であの後継者になるかとかっていうのが決まっているのででえっと着彩ですねあの一番ね地位が高い、えー、奥さんがあの時姫ですね、えー、っと道隆と、えー、道兼と道長のお母さんなので、えーまあ、だからねあの道砂君はですねあの3人三人 ね、3人とは別だぞっていう風に言われていたのはそういうことですねはいですねはいあ和私さんそういえばこの年齢リストに F4 がですね1人しかいないごめんなさいねちょっとねあの入れられなかったのでちょっと来週から2枚にしようかなと思いつつねあの重要人物をピックアップしてね載せたのでちょっとね許してくださいはいねちょっとね足りないんですよね <laughs> さあではですね今日の解説です えー、今日の、ね、解説は、まあ、主に大きく2つですね。まず1つ目、えっと、藤原の頼忠と、えー、火山天皇の対立という話をします。でこれ、次回のです、ね、動画でもちらっとお話をしているんですが、えーっとですね、一応当時の異界朝廷のランク的にはです、ね、あの公家の中で まあ本当は正確にあの、九行っていうんですけど、九、えー、行の中のね、あの朝廷内の当時、トップは藤原の頼忠なんですよ。関白で一応、異界も一番上。ねえー、なのであの、本当はですね頼忠が、まあ、政権のトップなんですが、まあ、一応ね、遠雄天皇の時はですねあの関白としてね政権握ってたんですが、あの火山天皇と血縁関係がなかったので、その冷遇されちゃうんですよね。で あのまあ、どドラマでも描かれているように、火山天皇はですね、叔父の、えー、藤原の義親を厚遇します。で、えっと、次のね、動画でもお話をするんですが、えっと、あの例の F4 ですね、これ F4 で合ってるんですか ?F4 ですか ?F4 ですかちょっとわかんないんですけど、あの、藤原4人組の中のですね、えー、っと、1人に、あの、 半夜のね、えっ、ー、と、カナダさんでしたっけ半夜のカナダさんがやっている、えっ、ー、と、藤原のね、忠、え、信、ー、っていう人がいますけど、そのね、お父さんのね、あの、ためみつって人が、あの、崋山天皇の中心人物でした。そう。あの、なので、吉親とためみつのですね、実はツートップ体制なんですけど、そんなのでね、逆にね、あの、藤原の頼忠、礼遇されちゃうんですよ。で、 あの動画でね前々回の動画でお話をしましたが、えっと、一応ね藤原の頼だドラマでは出てないですけど娘さんを受胎させてますねえー、でじあの娘さんをですねあの受胎させてるんですがただですねあのやっぱり火山天皇は為水のねえっと娘である義子の方をね獅子または義子の方を あののししちゃううでで解任なないということとこんですよねだからまあ奥さんもおそらくあの遠融天皇のね明子みたいな感じでまあ冷遇されてしまったと。うん、でまあ今回のですね今回ちらっと描かれた荘園生リレーについてですねでこの荘園生リレーというのはあの荘園生リレーっていうのはですねあの荘園っていうのはこれ話すものすごい長くなるんでちょっと一言でまとめますけどまあ簡単に言うと私有地ですね。 あのーまあ、当時の、ね、貴族たちはですね、まあ、自分たちの土地を全国に持ってるんですよ。うん、で一応、あのー、朝廷の許しが必要なんですよねその土地を持つことを。ところが、まあ、この時期になってくるとだんだんですね、あのー、朝廷の許しなく勝手にあの土地をです、ね、持つようになってたんですよ。そうでそれをですね改めなさい改めいっていうのが、まあ、簡単に言うと荘園生リレーなんですよ。 で、まあこれをですね、まあ、火山っていうのは一応出すんですけど、まあただほとんど効果はなかったみたいですね。はい。で、このですね、荘園性リレーを出すと、誰が困るのかっていうと、今言ったようにですね、そうやってですね、違法な土地をですね、たくさん持つことができるのって金持ち貴族なので、そう、金持ち貴族が困るわけですよ。まあ簡単に言えば、今風に言うと、あの、既得権益を脅かすわけですよね。で、まあ例えば藤原の頼忠とか、あの、源の ねえー、正信とか、まあ、それからですね藤原の金家とかが困っちゃうですよそうだからまあ今までの藤原の頼田は基本的に天皇のまあ言いなりね、あのー、だからで自分がですね何か自分の権益が脅かされるようなものではなかったのでまああのー、特に何も。 言ってなかったんだけど、いよいよ自分の権益が脅かされるとまあいうことで、声がでかくなったんじゃないかなっていうのが僕の、まあ、勝手な推測ですね。ね実際に当時のねあの記録でもですね藤原の頼忠、この荘園生リレーを火山天皇が出すと、ね、言った時にですね、これ、洗礼がないとね。ねあの基本的に天皇自ら荘園生リレーを出しましょうなんていうことほぼないんですよ。うん、基本的にはあの基本的には大臣たちね。ね えー、そ大臣たちがあの、ね、やりましょうって言ってやるんですけど、ね、そうではなくて天皇自ら、ね、やろうとしたので,、まあこれでね、非常に不快だって言って怒ってるのがですね当時の日記にも書いてあるんですよね。そうだから、まあ、それをですね表すために今までねあの天皇の言いなりというか、まあ、天皇のやりたいことをねあのやらせようと。 ね、してたんだけど自分の権益が脅かるされるっていうことでおそらくは声をね大きくなったんじゃないかなというのが僕の推測ですけどまあこれねあのまあもしね皆さんのですね何かあの推測があればまたね教えていただきたいですねはいですあーえっ、ー、と F4 なあこれ花壇なんだそうなんですよ僕ね花壇見てないんだよなうんあの前にも言ったかもしれませんけど僕あれなんですよ <laughs> 僕、高校生ぐらいまでね、あのほとんどテレビ見ちゃダメだったんですよ。結構厳しいでね。そう、あの、大河ドラマぐらいしか見れなくて。うん、だからね、花壇とかね、見たかったんで、見れなかったんですよね。漫画も禁止だったんで、そう。なんですよ。F4 なんですね。ありがとうございますね。ちょっと、毎回ね、困ってたんですよ。これ、F4 って読むのかね ?F4 かなって <laughs>。ねえ、あー、 そうねそうそうみんなね甘い知りでは衰退しやっぱ守りたいんですよね。あので逆にでもその既得権益がなくなれば誰が美味しい思いできるのかっていうとそのほら火山天皇のさ側近って藤原の義親とかまああの藤原為光とかじゃないですか。で彼らってやっぱりその大臣クラスに比べるとねあの左大臣家とか右大臣家に比べるとまだまだ地位は低いのでまあそういった人たちがあの 得がでできるわけですよねそうなのでそういった政策をやろうとしてあの対立したということですねまあこういうねややこしい話をねしてしまうとですね多分ドラマの視聴者離れちゃうのであの簡単にねやってましたけど、まあ、実際はこういったですね、まあ、駆け引きがあったということですねはーいえー、っと「荘園と国画寮の詳しい関係の、えー、講義配信を別途お願いいたします」 誰も見てくれない <laughs> 気がしますけどね。まあ一応ね、その、ね、受験ではね、必ずやるので、うん。まあ割と得意な分野ではあるんですけどね。そう、みんな苦手ですからね、荘園、荒涼ね。うん。まあでもか、あのね、言うほどね、あれですよ、荘園と国画量ってあんま変わんないですよ。うん。オーナーが、まあオーナーが簡単に言うと国士なのが国画量で、まあオーナーが、あの、 オーナーが貴族とか天皇なのが荘園、まあ、だと思ってもらえればとりあえず問題ないかなと思いますけどね。ああそうそうそう、あの和立さんがねおっしゃってるように鎌倉末期に後醍醐が神聖やったせいで社会がめちゃめちゃになったのも同じ感じですよね。うん、まあ火山天皇自らというよりもやっぱ義父、うん、たちがあのやろうとしていた。で そう最初はね、頼忠もね、頼忠とか大臣クラスの人たちも協力しようと、うんまあ、いろんな目論もやりつつねあの、協力しようとするんですけど、やっぱ火山がね、それを拒否したと。うん、でだからその火、火山天皇が悪く書かれちゃう、まあ、一つの要因が、やっぱりそういったですね、まあ、いわゆるこれ、律令のシステムで決められてるものなんだけど、まあ、それをねあの、無視するような形で、えーまあ、自分の身内をね、引き立てたと。 というところがですねまあ批判された要因なのかなっていう気はしますよねうん、えー、ローディ・ウラジャクさん当時の解説本を読むと「関白は4億近い年収だとかそれでもか」あ確かにそのくらいかもなうんそうですねそうまあ当時ね割とねでもね荘園からの収入よりも国家からの収入が多いんですけどねうんそうまあでもあれじゃないですかやっぱり今のねあの 今のね、人たち見てても、やっぱり、そのね、お金っていうのは、いくらあってもね、やっぱ足りないわけですよ <laughs>、ね。だからやっぱ守りたいですよね、自分の既得権益は。えー、ゴンちゃんさん、現代社会でも優秀な新人が入って、今までいる人の権威が侵されるのは辛いんですね。まあ、そうですよね。ありますよね、やっぱりね。そう、だから本当ね、やっぱ人間社会って1000年経っても変わんないんだなっていうのがね、思いますよね。はい。で、もう一つのお話がですね、こちらです。 えーと藤原道綱の母と藤原道綱、今回ね、あの登場しましたけど、まあ今回はですね、まあ、簡単にね、あの話しておこうと思います。えー、と藤原道綱の母ですけど、えー、とドラマ名がですね、あの丁寧の姉、ね、に、子でなんて読むんでしたっけ、よし子だったかな、確か。ねそんな名前だったと思うんですけど、えー、これね、あ,れですねあの有名なですね、影げ日記の作者ですね。でこの 954年にですね、あの、金家とあの結婚して、ね、えそしてですね、955年にミつナ出産するんですけど、まあ、ちょっとそれよりもちょっとだけ前にですね、イ家が時姫とね、結婚していて、で、当時はですね、あの、よく古文の授業で、あの、ね、古文の授業で、その、男性が女性の家に通うみたいなこと習いませんでした。ね、あれ嘘で、実際はですね、あの、 着彩つまり一番高い妻の家に妻の家にですね住むんですよそうだからあ,の、まあ時姫とですね一緒に住んでましたよねであの気づいたか分かりませんけど今回あの道綱の母とですね道綱にいましたけどあの時あの三兄弟いなかったでしょ道高とか道金とかね道長とか、まあ、道高と道金はもうねあの家出ちゃってるので当時向こう入り婚ですから家出ちゃう実家出てるんですけど えー、ところがですね、その、いなかったのね、あの道長とかがいなかったのはね、あの、金家が道綱、えー、の母の家に行ったからということですね。うん。あ、やっぱ、あ、それ、安子だ。すいません。失礼しました。そうですね。ありがとうございます。安子ですね。<laughs> で、その安子の、 家にですね、まあ通うんですが、まあただですね、影げ日記を見る限りはですね、この時期、あの、藤原の金井はですね、別の女性にね、ぞっこんでですね、もうほとんど行ってなくて、ほぼ離婚状態なんですよね、この時期。あんなね、仲良しじゃないんですよ、<laughs> 影げ日記を見る限りね。ただまあ,あの、この間、さっきお話ししたように、 まあ、影の日記っていうのはね、あのあえてかなりブルーに書いてるので、うん、ね、兼重様が全然通ってくれないってことをね、書いてるので、どこまで本当かわ分かりませんけど、うん。えですけど、当時はですね、そう、もう別のね、若いね、あの奥さんがいて、そのね、若い奥さんのところにばっか通っていたと時姫様が死んでしまった後はね、通っていたみたいですね。はい。そう。で、えっと、 954年からですね、974年までね、すごいよね、20年間、あの、影げ日記を綴ってます。まあ、ただですね、あのこれ死ぬまで書いてたわけではなくて、あの死ぬまで書いてたわけではなくて、20年間ですね、はい、その後もですね、20年間生きてるんですけど、で、この影げ日記っていうのは日記文学なので、もう見られることを前提で書いてるわけですよね。まあ、だからね、かね家、恥ずかしいですよね。<laughs> 自分の奥さんの、ねえー、愚痴がですね、自分の奥さんの愚痴をずーっとねあの、みんなに見られるっていうね、まあ、だからですかね、今のね、あのツイッターとかで、ねあの、奥さんがずーっとね、旦那の愚痴を言ってるような感じに近いかもしれないですね、感覚としては。はいそう、で、このね、藤原の三ツ菜の母、えー、ですね、で彼女とですね、それから影の日記については、次回の動画で詳しくね、解説をします。でえー、と これね実は、かげ日記がなかったら、源氏物語の作風はなかったんじゃないかってね、あのおっしゃっている国文学者の方もいたりするんですよ。ね、えー、実はね、このかげ日記っていうのは、今ね、その、あえてブルーにしたってことを言いましたけど、もう一個ね、大きな特徴がありまして、まあ、その辺の話をね、次回の動画でしますので、あのもしね、よろしければですね、こちらもね、見てもらえれば嬉しいなと思います。あ、時姫もう亡くなってますよ。あの、時姫。 時姫はね、えー、70年ぐらいに亡くなってんのかな確かそうなので残念ながらねあの今はもういませんはいでそれからですねその息子のね道綱ですね、えー、この道綱はですねなんか結構ね明るいキャラでしたけどあの「かげ日記」にね書かれている道綱くんはですね、まあ、かなりおとなしいとねえー、いうふうに書かれていてまああのー、何でしょう やっぱりね、能力は高くなかったんですけど、ただね、能力が高くなかったっていうのと、あとはですね、やっぱり、なんでしょう、道長とかがですね、そのトップなので、やっぱ出世はしづらいですよね。先ほど言ったように、着彩の息子ではないので、どうしてもね、出世レースは厳しくなりますっていうのはありますね。そうで あの、このね。藤原の三つ名があのよく無能だ。無能だって言われるんですけど、まあなんでしょう。今回ね、前待ってましたけど、あのね。この人ね。運動神経はかなり高かったんですよね。あの弓とかがね。非常に上手くて試合でその弓のね。あの対決やってて。 まあ最後、その道綱が外したら負けみたいな時にですね、ちゃんとね、当ててるんですよね。まあ、だから何でしょう、今で言ったら、のこの間ね、サッカー負けちゃいましたけど、あのね PK 戦で、ねこの人が外したら負けっていうところでですね、ちゃんと入れたみたいなね、あの、感じで、割とね、あの本番にも強いね。だからどちらかというと、多分運動神経はね、高かったね人なんじゃないかなと僕は勝手に見てますね。まあ、なんで金家とね、あの、 安子のね息子がですね、そんなに運動神経が良かったのかってちょっと謎なんですけどね、そういう人ですね。ただですね、その一方で、その、小有記の方ではね、かなり無能だって書かれててね、自分のね、あの、名前しか書けないような無能だとかね <laughs>、言われてるんですけど、これね、あの、 なんでそういうふうに言われてんのかって、これ、小勇気のせいなんですよね。あの、藤原のサネスケの日記、小勇気に、ボドクソに書かれてるんですよ。で、なんでボドクソに書かれてるのかっていうと、あの、藤原のサネスケと、このね、藤原の三つなって、ちょうど一回も同じぐらいで、割と出世のライバルなんですよね。そう、だから多分必要以上に悪く書いたんじゃないかっていうふうに言われています。で、 えっとその後の例えば歴史物語とか歴史書っていうのはこのね「所有記」かなり参照されているのでもう所有記で悪く書かれたらですねあの何でしょう原作が悪く書かれてるからより悪く書かれるみたいな感じでどんどんねあのより無能さがですねあのねより際立つような際立ってしまったっていうのはねありますねま決して有能ではないんですけどうん そう、決して言う能ではないんですけどまあ藤原の実助が暴独そう言うほど無能だったかっていうのはちょっとわかんないなっていう気がねはい、しますよねうん。 そうそう、あの、ふわふわさんがね、言ってるように、噂をですね、して落とし合いっていうのね、そうそう。あの、悪く言って、ね、あの人ね、自分の名前しか書けないらしいよ、みたいな形になったらですね、当然出世に響いてくるわけですよ。そんな無能をね、出世させることはできないっていう風になるので、ね、何度かお話ししているようにね、当時は噂っていうのは大きな武器ですから、まあそういったね、自分のやっぱライバルはですね、ボロクソに言うっていうのは当然ね、あの、 まあサンデスケも考えたでしょうからっていうのがあって三ツ矢はね実はね無能とされているのではないかというのをちょっと皆さんには紹介しておきたいなと思います。えー、このあたりもですねあの一応ね動画はあるんですよ。あのもう動画はね作ってるんですけどどっかでねあのまた三ツ矢くんがちょっとクローズアップされたところでねあの紹介しようかなと思いますのでぜひ楽しみにしていただければと思います。 はいじゃあちょっとね、あの喉が枯れてきたので、一旦ちょっと水飲ませてくださいね。で、また一言、二言喋ってね、ね今日おしまいにしたいなと思います。はい、えー、っと、お待たせしました。 えっと今日すいませんね、ちょっとね、あのバーっと喋ってしまったのでね、あのいつもよりももしかしたらねあの、早くて聞きづらかったかもしれませんが、一応ね、アーカイブ残しておりますのでね、よかったらね、あの見ていただければ嬉しいなと思います。 はい。えと、ー、一応ですね、今日のね、解説は以上ということになります。まあ一応宣伝ですけどね、あの次回ですね、いよいよ聖書ナゴンね、出てきますので、あの、聖書ナゴンでね、募集したい方、えっ、ー、と、日曜日のね、動画はぜひご覧いただければと思います。えー、聖書ナゴンとね、あの紫式部、面識がないっていうのはね、この動画でも何度かお話ししてるんですけど、はい。 えー、その辺りのお話とか、あとはですね、その枕草の子、先ほど言ったように、あえて明るく作ってるよと。うん。でも実は清少納言って、ものすごいね、あの宮中ではつい思いばっかしてるよってお話し,してますんで、まあ、ぜひね、あの予習として見てもらえると嬉しいなと思います。じゃあね、ちょっといただいたですね、コメント読んで今日おしまいにしましょうか。 えーっとケンケンさん、えー、平安時代は荘園でかなりの部分を覆われているイメージがあるのです。でもそんなことないんですね。えー、っとね大体ですけど、まず荘、ね、園が、ね、最も増えるのはあの陰性期なんですよね。あのなのでもうちょっと、ね、時代下ってからなんですよ、うん。で、この当時だと大体そうですね、60%ぐらいが荘園かな。そんなイメージですね。 サヒドさん余談ですが、えー、三つ内いの上地雄介さんは、えー、2009年の天地陣の小早川秀明以来の大河ドラマセンス。あ、そうですね。うん。なんかすごい値上かり良さそうなね、感じですよね。ハ、え、モ、ー、オブ・ザ・イダーさん、メンヘラ感すごい、そうなんですよね。<laughs> うんね。まあ、あえてっていうところもあるんでしょうけどね。そう。あの、なんだろう。私みたいに平均以下の、ね、玉のこちに見えて、平均以下の、 生活ね生活してたらね、きっと物珍しいんじゃないかしら、みたいなね、こと最初に書いたので、ちょっと面白いですよね。えー、っと、それから、キャンキャンさん、えー、彼女の父も弟も直線和歌集に和歌が選ばれていて、名がさだしな日記の作者なんですよね。そうだからね、ほんとね、あの、って文学一族ですよね。うん。和立さん、確かそれで炎上した YouTuber がいたような、なんでな、なんか僕言ったかな。ちょっと。 どの話か忘れちゃいましたけにはは儚さを感じるのは考えすぎか合ってますよ。あのカゲろウねあのいくつか説があるんですけどやっぱり虫のかげろうみたいですねその成虫になってからすぐに、ね、死んでしまうっていうのをあのイメージしたんじゃないかってことは言われてますねただまあ言及はされてるわけではないので実際どうかわからないですけど、ね、そういった説はあるみたいですね。 えっと、ゴンちゃんママさん、安子恐るべし恨みがえましい女性ですね。源氏物語にも影響とは偉大な野望か。えっ、ー、とね、この、そう、まあ、恨みというよりもなんでしょうねその。まあでもね、金家も金家ですよ。<laughs> あのね、一生懸命書いた、ね、一生懸命書いた安子のラブレターをですね、ねあの普通の手紙として受け取って、普通の返事をするとか、平気でやりますからね。 多分分かってやってんじゃないかなと思うんですけどね、ほんとね、影げ日記面白いですよ。うん。あ、ちなみにね、えっとね、かげ日記ね、あの、現代語訳ありますんで、そのね、抜粋したね、面白いところを集めた現代語訳っていうのが、確か角川ソフィア文庫かなかなんかからね、出てますんでね、あの、興味ある方はね、見てもらえるといいんじゃないかなと思いますね。はい。 えーっと、おもちさん、お疲れ様ですね。ありがとうございます。ね、えー。そうそう、噂流すって話ね、さっきしましたね。浜地さん、明るく描いているのが逆に着彩の子ではない、ものさ、悲しさを感じましたけど、運動神経は良かったとは。こういうのを知れるのが、えー、解説いただく醍醐味ですね。そうなんですよね。このね、光菜くんね、あの、まあ、政治的なセンスあんまりないですけど、うん、ね、一個ぐらい時が、ね、あってもいいんじゃないかなということでね。今度描かれるといいですよね。その弓の試合とかね。うん。 えー、ドラマを見る上で参考になりますね。ありがとうございます。えー、サマンサさん。えー、道隆たち3兄弟は着彩の子だから、ああいう勉強会などに昔から参加できていたけど、三つはそういう教育をされていない。えー、着彩と側室の差は大きい出世などにしてもそういうことですね。うん、おっしゃる通りです。えー、藤原家が妖怪の一種かも <laughs>。まあ、ほんとね、恐ろしい権力闘争ですからね。うん、三つ名ね、人良さそうですよね。うん。まあ、でもなんか、 ああいう明るさに、ね、秘められたね物寂しさみたいなのが、ね、出てくるかもしれないですよね、この後ね。女房の噂は怖い。えー、紫しくも清少納言悪く書いてたみたいにライバルのようなね。そうなんですよね。あってはいないけど、その清少納言の、えー、枕草子はね、あの見ているので、まあ、そのあたりもね、うん、あるみたいですね。 えっと、和田さん、自然検証の影朗ではないんですね。えっとね、両方説としてはあるみたいですけど、なんか虫の方が有力らしいですね。うん。えー、っと、それから、えー、アリスさん、えー、先ほどの運動神経のお話ですが、平安時代に蹴鞠以外にポピュラーなス,スポーツで何があったんですかえー、っと、やっぱ蹴鞠とあれじゃないですか。えっと、や、弓が大きいんじゃないかな。なんか他にもあった気がするけど、ちょっとすいません、パッと出てこないので。うん。 今度ね、お話しますね。えっ、ー、と、調べときます。えっ、ー、と、和田さん、えー、藤原の中でもカネーファミリーが、えー、特に <laughs> 妖怪味が高い。まあ、確かにね、もうこの後、まださらにさらにね、続きますからね。あ、そっか、打球がありますね。ありがとうございます。サマンサさん、詳しいですよね。本当ね、助かりますね。ねありがとうございます。 はいということでですね、えー、今日は、えー、と以上にね、しましょうか。ね皆さん本当にあの毎回毎回すいません、ちょっと2月、2月いっぱいかな、来週、再来週ぐらいにはね、ちょっと落ち着かせたいなと思ってるんですが、もしかすると,と来週もね、短縮バージョンになってしまうかもしれませんが、えー、なるべくね、あのちょっと次回は長くできるように頑張りたいなと思いますんでね、本当、あのもしなんかあの質問とかあればですね、あのコメントを寄せていただければ、あのコメント、 ね、見てますんでね、答えられるものは答えますのでね、あのもし消化不良の方はですね、あのコメントしていただければと思います。はい。ということで、えー、来週はねいよいよ清少納言のね登場ですね。ぜひ動画で予習をしていただければと思います。では、えー、また来週お会いしましょう。ハニワくんに手を振ってもらいましょうね。じゃあ皆さん本当にね、今日はありがとうございました。ね本当ね、あのおめでとう言ってくれた方もね、嬉しかったですね。ありがとうございます。また来週です。